こうまだ5分しか歩いてないで。カエルの子はカエルぴょん、えのカエルの子はカエルぴょん、カエルパパです。チャンネル登録お願いします。今日はさあということで、今日はなんとある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 をねやっていきたいと思います。何の拍手でいや分からないの中でですね、はい、今回初めてなんでね、初めての、はい、子連れお出かけはい、ということで、先日湯布院にお出かけした時に、そう、起こったカエル家のリアルなのを通してあるあるとしてね、お届けしますので、ぜひご覧ください。それでは、VTR どうぞ。はい、パーキングどんぐらい？5キロ？え、なくない？パーキングのマークが全然ないけど。ないね。うん、やばい。パーキング過ぎたあたりでトイレに行きたくなる。ある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 。全然駐車場が空いてない。あそこも満車や。最悪や。やべ、どうしよう。参ったね。参った。いつも駐車場が見つかりません。あるある。ひどちゃん起きて。ひどちゃん完全に寝てますね。ちょっと動きを。最悪。到着すると寝ている。あるある。会社危ないよ。あだこまだ5分しか歩いてないで。だっこがいい。泣っこがいいの。もう嫌だ。泣っこしようか。よし。あるある。どうした、どうしたと。そしてアニまでぐずり出す。あのね、まだ全然たどり着いてない。少ししか歩いてないのに、あの足が痛い。あるある。ダブル抱っこになる。めっちゃ重いやん。あるある。迷子になるよ。こうやって迷子になる。いや、これは大丈夫なやつや。立ったもん。おもちゃ買うとね、歩いてくれる。この野郎。プリみたい。ねえ、じいちゃんばあちゃんありがとうって言うとかな。プリみたい。プリみたいやね。ゴリゴリ。プリみたい。あるある。眠たい。眠たいぞ。眠くなった。あ、起きて起きて起きて。だいたい2時間ぐらいで眠くなる。あるある。
ぜひ出たな。行くで。どうするやった？だからその時はもうこう、こう、こう。で、こう、こう。な？全然おらへんの。ちょっと伊藤ちゃん見た。全然おらへんの、ほんと。ちらっと見たね。いける？何？ああ、取れたね。あ、もう取らんよ。いいよ、いいよ。もう。よし、行きましょうか。行きましょうか。あのね、結局、ママのだけ変えてない。おのおのが買ったんでしょうけども、はい、私はあのいつも危ないご当地ではママのものは買えない、はい、買えない買い物で買えることはないねネットショッピングないネットショッピング行った程度から買うそうですね、okay、はいあるあるここから駅までと思うとちょっとこれ車の車の音ダダダンダダンあ、車ですねダダンダンダダンほんまや、言わす、言わすダダンダンダダンダダンダンダンダダンダンダ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 ダンほんまですねお疲れ様でしたお疲れ様でしたはいチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。